次世代移動体、まあ、システム研究会という名前で、まあ、スタートしておりますけども、まあ、今までの自動車の概念をね、少し横に置いて、本当にその人一人を、ね、運ぶためにはどういうシステム、あるいはどういうもので、ね、を作ったらいいかと、まあ、そういうことを考えています。小型の電気自動車のカーシェアリングシステムを私たちは始めようとしてますが、そこに、まあ、私たちが研究している、まあ、いろいろな機能をつけて、行いたいと思います。まあまあ、その一つは、まあ、代表的なものはですね、まあ、いわゆる減災という、まあ、視点かと思いますけども、避難誘導のシステムをこのカーシェアリングシステムの中に持ち込みたいと思っています。昨年12月7日に大きな地震がありましたけれども、本来であれば、災害時には、まあ、徒歩で避難というのが原則ですけれども、実際には多数の方が、まあ、自分の自家用車 を駐車場に取りに戻ってですね、沿岸地域でいろんなところで大渋滞が起こったんですね。まあ、そうですと本当に津波が来た時には非常に危険な状態になったと思います。まあ、そういう時にですね、できるだけ、といいますか、渋滞が起きないような形で、それぞれの車をですね、まあ、誘導するという形を考えています。ある災害時の緊急ボタンを押せば、その避難誘導の指示をですね、車自身が受けて、まあ、自律走行をすると、まあ、そういうシステムになるんじゃないかと思います。若い人たち、あるいはその市民の皆様の、ね、声も取り入れながら、本当に世の中にとって、まあ、使いやすいっていうんですかね、安全な交通システムが完成されればいいんじゃないかなというふうに思います。で、ぜひそのシステムものをですね、作るのはこの東北地域の中小企業が主体となってですね、行っていただければ、いわゆる新しい産業が、私たちと一緒にですね、地域の人たちがお作りいただくということになるのではないかなと思います。